はい、皆さんこんばんは。アブラディオ47都道府県ツアー記念生放送スパイスレコメンド始まりました。よいしょ、よいしょ。はい、始まらないかと思ったお待ちどおさまです。はい、というわけで本日はね、ブラディオの皆さんにお越しいただいて生放送でお送りしております。はい、本日 MC させていただきます、スパイスの総合編集長はかりやでございます。よろしくお願いしま す。はい、というわけでね、まあ俺が話してるもしょうがないんで自己紹介をお願いします。はい、ブラディオのボーカル、新行地高明です。この辺から、声この辺からしますけど大丈夫ですか。はい、はい、はい、ブラディオのギターの大山沙織です。お前もかい、お前もかい。はい、ベストの良すぎいいね、いいよ、いいと思います、いいと思います。はい、というわけでね、この番組はですね、スパイスの編集部の各編集担当が推しのバンドやシンガー、アイドル、そして、舞台など、皆様のお勧めしたいものをですね紹介していくという番組になっております。そして今日はそんなスパイスレコメンド第3回放送にブラディオの森さんが来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、あの僕普段あの編集長なんですけども、はい、僕はあんまり MC しないんですよ。でもなんで今日したのかっていうね、はい、コートなんです、これは。はい、はい、なぜ か、ま、借り出されたかっていう、ね、わざわざ編集長まで引っ張り出して、わざわざなぜ俺を引っ張り出したのかっていうことなわけですよ、はい、いやいやね、いやいや、はい、嘘嘘 嘘、 嘘ですけど、ね、まあ、なんとね、特に新教授とね、はい、実はこう専門学校、同じ学校という、ね、もう先輩ですね、専門学校が一緒というのがありまして、はい、まあ、かなり昔から知ってると91の、はい、はい、なるほどございます。新教授さんのね、ちょっとね、はい、昔の、はい、ちょっとあのエモいねちょっとこうエモいパンクの、ね、エモい感じの、エモいパンクの、エモいパンクのベースの感じの、ベースの感じですロン毛の、ロン毛の、多分全部知られちゃってるんで恥ずかしいですよ。そう、それをねちょっとあの私は知ってるっていう、はい、まあでもあのまだブラディオが、そう、うちのスパイスができなかったばっかの頃ぐらいにもインタビューさせてもらって、はい、そうですね、そうそうそう、はい、僕がインタビューさせてもらってたりとかして、はい、ね、あとはあれですか、密着動画、はい、はい、もね、やらせてもらったとか、ちょっといろいろと、はい、やらせてもらってますよ、これ、楽しいね、楽しくやらせてもらってますけども、はい、というわけでですね、まあ今日はね、ブラディオの、はい、こう素顔が見えるようなコーナーを、素顔が見えるというか、まあいじっていこうかなと。おー、全然全然いじられてます。NG ないっていうことなんでね。NG ありません。どうやら話に聞くところによると。NG ありません。本当かよと。俺だったら怒られるよ、絶対。いや、大丈夫です。大丈夫だ、はい、大丈夫だ、大丈夫です。そんでね、はい、素顔のコーナーもね、やります。そして、質問とか、ご意見などをですね、番組の方で紹介していければと思ってますので、はい、のでですよ。はい、質問など、ブラドに聞きたいなとか、はい、ブラド普段ね、なんかこうトークとかやるんですか、普段。お得イベントとかやったりしないでしょ、あんまり。あ、でもたまに、たまにある、うん、やる、喋るの大好き、うん、アホの子みたいになってるけど、うん、喋る、まあ、の大好きだそうなんで、はい、ブレディオにね、聞きたいことがある方はですね、この、はい、映ってますか、はい、こうは、はい、ハッシュタグ、はい、ブラディオ生、ちょっとやらしいですけど、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、意味わかんないけど特にこのね、47都道府県ツアー記念生放送なんでね、はい、まあ、ブラディオのこととかツアーのこと、ライブのことなどね、何でもいいですか、何でもいいですか、何でもいいです。逆に何か聞いてほしいことありますか。ない何でもいいと。なので、ね、ブラディオ生、ハッシュタグブラディオ生で、つぶやいてください、はい、これはね、メンバーも見れるようにね、なっておりますんでね、はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、というわけでございましてね、まあ、現在この番組のタイトルになってる、はい、台湾40、台湾ですよね、台湾のありの47都道府県ツアー、47ファンキーツアーが、はい、まあ、5月から始まるわけですけども、はい、じゃあまずね、ツアーの告知をはい、お願いしたいと思います。はい、はい、というわけでね、こちらじゃじゃんフリップがあるんで、はい、じゃあこれ、じゃあそっち、はい、はい、これこっちから見てるかな、我々の、はい、47ファンキーツアーですけれども、はい、はい、5月から始まるんですけれども、全49公演、9月の下旬まで、はい、で台盤がですね、こう徐々に解禁されておりまして、はい、はい、今日がその第1、ね、いっぱい映ってますよ、これビートね、見て、あーっと、
いいね、いいね、いいね、誰も映ってなくなっちゃうからテキスト放送みたいになっちゃうから第3弾発表でございます、はい、この場を借りて、はい、今日発表できる分を、はい、皆さんにこういち早くお伝えしたいと思ってますので、よろしいでしょうか。はい、第3弾の対バンツ、はい、ね、この場で発表になります。やりますよ、はい、いきますよ、元気ですかいいですか、こんな感じでいいんですか。はい、大丈夫です、ね、です、はい、いきますよ、ドンドン。徳島ですね、はい、徳島、そして香川、はい、スクビドゥー、ありがとうございます。いくかな、いやいや、いいですね、ファンキーファンキーで、はい、ファンキーファンキーって感じですね。先輩ですね、はい、先輩、じゃあちょっと時間もあれなんでどんどんいきますか、どんどんいきますか、いいですか、はい、いいですか、はい、行きますよ、ドン、はい、山口ジャキス、ありがとうございます。いや、東京になりました、はい、こちらですね、素晴らしいパフォーマンスでしたから、楽しみでございます、はい、行きます、ドン、お、熊本大分稲妻先輩、ありがとうございます。先輩、稲先輩戦、先輩、いや楽しみですね、もう久しぶりですよ、うん、ドン、はい、次、愛知フィロソフィーのダンス、ありがとうございます。フィロノスですね、これもね、この間東京で一緒にやったんです、最高でしたから、はいはい、楽しみですね、はい、で続きまして、次、ドン、東京スペシャルアザーズ、ありがとうございます。いや楽しみですね、いやこれまたおしゃれな日になっちゃうね、うん、楽しみ、うん、スペアザーはですね、はい、続きまして、ドン、ドン、栃木ドラマストア、ありがとうございます。お、ここはもう初対面です、はい、めちゃくちゃ楽しみです、ね、これ反応はどんな感じなんですか、いい感じなんですか、皆さんね、わーとか言ってくれてるんですか、早いんですか、早いんですか、あの人さえ言わせてもらって、ちょっとあのね、見えるはずのモニターが消えてます見えるはずのモニターが消えているので、はい、我々はね、コメント今ノーコメントでやるんですよ、一旦、一旦ノーコメントでしてすごく勝手に走り出しちゃってるから大丈夫、まあ、勝手にやらせてもらいます、はい、行きましょう、見えてませんか、見えてますね、これ見えてますね、はいはいはい、多いですね、はい、今非常になんか手が震えそうなぐらい不安を抱えて大丈夫ですかね、もう台湾は間違いないね、でもね、かなりいいですよ、いいですか、イナセン来たとかね、はい、早くないですか、僕のペース大丈夫ですかね、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、行きますよ、次行きましょう、行っちゃいますよ、はい、ドン、はい、どうも、奈良は3、3、奈良3でございます、ここも初共演ですから、はい、どんな日になるかもうワクワクですよ、行きますよ、はい、ドン、はい、次、和歌山、兵庫、サンライズ今田市県、おはようございます、これ以前大阪でね、そうですね、やらせてもらってね、あ、もうやってるんですね、かっこいい、あ、いいですね、ここも間違いないんで楽しんでください、はい、そして、ドン、ドン、神奈川天童、ありがとうございます、ここも初共演、そうですね、これ初共演なんだ、非常に注目してる番組ですので、これは俺楽しみだな、これすごくいいと思いますね、僕らも非常に注目してる番組ですので、非常に楽しみですね、はいはいはい、ほいで、はい、ここが発表済みですね、もう5月から、ね、はい、映ってるかな、え、こうなのかな、映ってますね、ですね、角度がもう本当我々にとってはおなじみのバンドから、はい、初共演のバンドまで、はい、もう非常に今回だから49公演ありますから、うん、なるほどね、台湾もかなりバラエティ豊かで、そうでしょう、そうでしょう、もう本当に各地いろんなことが起こるんじゃないかっていう非常に楽しみなメンツになってますので、はい、まだ今日ね、はい、全ての発表ではないんですけど、この後も残り発表していく予定でございますので、はい、その辺も楽しみにしていただきたいと思います。ということでございました、はい、皆さんね、この後あれ、この情報自体はホームページから出るんですか。出ます、出ますね、はい、出ますね、完全に、はい、ね、完全に出ます、完全に、はい、ちょっと間違ってるね、それ、はい、うん、あ、出る22、はい、何、22時に完全に出ますあ、そうですね、あ、じゃあ、じゃあ今はまだ不完全に出てるんですね、はい、今はだってこの時間はもうこれ見てもらいたいんでまだホームページに行かないと、でも22時は完全に完全に出る、ということで22時は完全に出るそうなので、はい、皆さんね、そちらもチェックしてください、よろしくお願いします、はい、というわけでね、まだ皆さんこの発表はいっぱいあるんですよ、うん、今日、はい、発表というかね、はい、トピックスがいっぱいあるんですね、はい、はい、なのでこういっぱい喋ってたいんですけども、はい、ちょっとまあ皆さんにやっぱりこうこの番組の中でね、はい、いろいろと驚いていただきたいなと思ってますんで、はい、まあ、重要なこと言います、もう、はい、この、まあ、今発表しましたけども、実は今日はこの番組を視聴の皆さん、はい、これ今ね、見てらっしゃる皆さんだけに特典があります、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、何の特典かと言いますとですね、今回のツアーのこの番組をご視聴の方に、うん、なんとこの番組の先行販売をいたします、うん、番組の先行販売、チケットが、チケット、ありがとうございます、はい、ツアーのチケット販売をね、うん、こう今やりますよ、はい、つまりね、こうどういうことかというと、
受付期間はもうすでに実は始まっている。おお3月29日金曜日今日ね、うん、の21時から、はい、3月30日月曜日の朝9時まで、はい、この、選考を、番組見た方この情報ね知ってる方だけが買えるという選考やります。すごいありがとうございます。これも一般はねまたあるんですよね、明日やるんですよね。そうです、明日から、はい、全国一般発売開始なので、はい、いち早くちょっとフライングで買えるってことです。ちょっとフライングゲット、はい、フライングゲット、フライングゲットです。シングルフライングゲット、フライングゲットです。はい。なんでしょう、なんでなんで専門学校グループわかんない。俺も今一瞬先輩はい、あの画面の上に、はい、ですね、URL の方が今出ておりますので、もう一回出します。あ、なるほど。はい、いいですか？今この、画面の、ニコニコ動画でねご覧の方はですね、はい、上に、URL が出ております。はい、https://e+.jp/bradio/sp と、はい、いうねこの URL、こちらを踏んでいただくと。はい、チケットが購入できますので、はい、ぜひぜひ YouTube の方用にあのここにフリップ用意してありますので、お、なんとなんと、はい、なんと僕はこういうのをちゃんとやんなきゃいけない、はい、うん、こういう段取りがねよくわからないの僕はね。上でねあれやっとけやっとけってこういうふうなのやってるから、ね、あれなんですけど、はい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 、どこですか、ここですか、はい、ここですね、はい、うん、ブラディオ大番47度ですが、47ファンキーツアーの、ね、はい、番組先行販売は、はい、この期間でございます。そして、URL は https://e+.jp/bradio/sp で、はい、こちらね、はい、買っていただきたいんですよ、今押していただきたいんですけども、はい、番組を見終わってから買ってください。番組見てほしいからこれ、うんうん、やっぱりね複雑な気持ちですね、複雑な気持ちですね。ただあのこの PC で買えば、はい、あの別ウィンドウで買えますから、あ、なるほど、買いながら見ると時代が追いついてきたってことですか？なんで突然たどたどしいんですか？時代がもう追いついてきた。お前が追いついてないよ。ちょっと違いました。ちょっと違いました。うん、そいつ全然追いついてないからな。まあいいかな。とりあえず行きましょうか。まあそういうわけでね、あのツアーが始まるわけでございますけれども、はい、どうですか？どんなツアーになりますか？これは。いや、もう今回はさっきも言いましたけど、うんうん、もう本数も多いですし、そうでしょうこれ、まあ、その出演していただくゲストも、うん、もう本当華々しい方々様々なんで、うん、なんだろう、こう僕らもこうなんだろう、一本一本もう全く違うこう感覚になるんじゃないかな、うん、で来ていただく方もどの箇所に来ていただいても、うん、そこにしかない楽しいライブになるのはもう間違いないなと思います、ね、間違いないこれは、はい、47トラックはね、さっきちょっと聞きましたけども、初めてね、初めてです、初めてなんですよね、これ、まあ、だいぶタイトに、はい、まあ、ありますけども、はい、まあ、最大、何連チャンもあるんですけどね、多分、うんうんうん、そうですね、大丈夫ですか、ちぐさん、特にいやビビってますよビビってる楽しみですよ、本当に、うん、はい、で今までいないってことは、今までいないブラディが見られるんじゃないかなっていうね、はい、多分、しかもなんか47もやってったら、はい、まあ、だいぶ違うでしょう、こう、もう後半に向けても、そこ楽しみですよね、全然違うよね、どうなるか、もうアフロじゃなくなってるかも、もしかしたらマジっすか、まあ、でもあれだよね、アフロかけるタイミングがね、うん、確かにね、あ、なるほどね、タイトとか忙しくかけるのか、後半もアフロじゃないよ、後半もうアフロじゃなくなっているっていう可能性パターンありますね、そのパターンある、そのパターンありますツアーに行ってトレードマークを失うボロボロみたいな37箇所目ぐらいでねいい感じ、一番いい塩梅の、いい塩梅の、え、これアフロじゃなくなったらどうなるの、どういう状態になるの、まあ、ただ最初は多分坊主するね、きっと最初坊主するの、切る気なの、なんで切る暇もあるのにアフロかける気ではないこのままこうストレートが伸びてるわけじゃん、どうなる、あ、そうね、どうなる、あ、確かにどうなんだろう、そうでしょ、だからちょっとね、どうなるんだろう、うん、だから夏休みの自由研究みたいな感じでちょっと観察日記みたいな、朝顔的なね、確かに確かに、あ、なるほどなるほど誰が興味もやしあるのかじゃあまあね、その来てくれる方はね、はい、37カ所目ぐらいでどうなってるかっていう、そうですね、あ、そうですね、そう、アフロは一体存続できているのか、うん、まあ、何のツアーなんだっけアフロの存続っていいね裏テーマ裏テーマ、アフロの存続、そうですねなるほどなるほど、いや俺スターウォーズみたいないいね、ブラディオ47ツアーアフロの存続、存続、J
ジェダイみたいに言うんじゃないよ。大丈夫ですかこれ番組大丈夫ですか、コメント荒れてないですか、大丈夫ですか、うん、大丈夫かな、大丈夫かなこれね、うん、パンダの耳みたいな髪型にしてほしいなって言ってますけど、パンダの耳ってなんだろう、いやこうしたいってこと、こうしたいってことね、中華みたいな感じ中華だからもう丸お団子じゃってことだよ、そうそうお団子みたいなことみたいな感じですね、多分ね、ツイッターの方もね、拾っていただきます。なるほど。ちょっと拾ってみましょうか。りょうちゃんのシャツの色がネイビーなのはなぜですか。ものすごい角度だ。一応まあ青て青青カラーな。青カラー。青カラーが青。カラー青、うんうんうん。なんでネイビーだったの。青がなかったの。まあこの色しかなかったじゃん。いやいや違うよ。お前かっこいいからな。今日こいつおかしい、おかしい、今日おかしい、俺もな感じてるそれ。今日だって自由にやっていいって聞いてる。普段よりもよく喋るし、よく分からない角度からいや面白い面白い、面白いいいけどね。他ありますか、なんか面白いのありました。あとは質問でちょっとね、新しい衣装のコンセプトはこれ。あ、なるほど。この今回の衣装のコンセプト、はいはい、いやなんかあの今までこうその作ってもらってる方と相談しながら結構みんなで話をこうしようみたいな感じで作ってきてて、前回の衣装があの結構中がもう、うん、なんていうんですか、サテン生地の派手なシャツで、ね、白でみたいな、でそのシャツの柄選ぶときにもうこれ以上ないって言われたよね。そう、これ以上派手なやつはこれ以上派手なのがない。なるほどなるほど。でまあ僕ら的にも一旦行き切ったなみたいなので一、うん、回シンプルに戻ってみようかみたいな。ああなるほどね、行くとこまで行ったから一旦スタンダードに戻ってみようみたいな。でもまたどうせこういうことになるんでしょ、だからこう恐らくは。でツアーの37箇所目ぐらいで派手になるのかな、じゃあ。衣装変わんないの。あ、なるほどね。そうだからまあ、今回だから、うん、衣装問題もあって、うん、そうそうそう、もう一着じゃ持たないんじゃないかってことで。あですよね、これは。だから久しぶりにこういろんな衣装を着ながら回りたいねみたいな、あなるほど、話したりとかして。なるほどなるほど、そうそう、いいじゃないですか。そうそう、もう結構スーツ溜まってきたんで。いっぱいあるもんね、いっぱい。じゃあもう一問だけ答えるよ、あの、はい、47都道府県ツアーを、はい、やろうと思った47都道府県ツアーをやろうと思ったきっかけは何ですか。なるほど、何ですか。これはもうだから本当にシンプルにこう行けてないところに行ってみたいっていう気持ちが前からありましたので、でもちろんその今までこう何度も行かせてもらってるところにも行きたいですし、もうどうしようってなったら全部行くしかないでしょっていう本当に発想で組んでいったんで、まあ結構その僕らの応援してくださる方とかで、うんうんうん、やっぱりいろんな世代の方いらっしゃって、うん、なかなか県外ちょっとみたいな方も、はい、いらっしゃいますので、そういった方でもこう来やすい場が作れたらいいなみたいなこともありまして、幅広いもんね、ファン層がね、そうですね、だからやっぱね、はい、ちょっと遠征するのしんどい人もね、はい、いるだろうしね、まあ俺はてっきりアフロのあれかと思ったけどね、その47都道府県でアフロを存続させていくかっていうことで、はいね、それ裏テーマでありますね、かなとは思ってたけど、あやっぱちょっと、ね、そいつが突然真面目なこと喋りちゃったちょっとびっくりはしてますけれども、まあ、確かに、はい、というわけですね、はい、まあ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 ちょっと話は尽きないんですけれども、はいはい、一旦この辺で次のコーナーに行く前に、一旦 CM、入りたいと思います。はい、どうぞ。Paradise, いつかの
最初のコーナーは新行寺の胸元違います、47都道府県名産品を当てましょう情報が多くてわからない、うん、ごめんなさい、ちょっと CM 明け情報多すぎます新行寺の胸元ずっと映ってる放送これほぼ事故だと事故だと思うんですけどね、イメージビデオ、このまま進めますかね、これね気持ち悪いね、気持ち悪い胸がはだけてるっていうところから何を知ってるの、まあいいですねはいはいはい、というわけでね、まあはい、ブブヘム流れてましたけども、はい、まあ、かっこいいですよね、ありがとうございます、さっきちょっと話したんですけどね、あの骨のマイクがかっけえなっていう、骨のマイクからの炎だなっていうのでね、もうこれはなんかメタルなんじゃねえかっていうメタルの曲なんじゃねえかっていう話もなってましたけどもというわけでね、今日はちょっと最初のコーナーを皆さんにやっていただきたいと思います、はい、47都道府県名産品を当てましょうというコーナーでございます、まあね、このコーナーは先ほど告知したように、5月から47都道府県ツアーを回るブラディオですけれども、うん、まあ、各所でライブをする際にね、その地域の名産品を知ってれば、はい、まあ、MC にも役立ったりとか、うん、まあね、ライブでいじったりとかね、はい、まあ、あとまあ何だったら自分が食いたいとかお土産したいとかね、はい、まあ、まあそういうので盛り上がれるはずということで、はい、まあ、あなたたちがどのくらいの、ね、ツアーを回る地域のことを知ってるのか、はい、ということで各都道府県の名産品をさんに書いてもらって、うん、そしてそれをアンケート機能で誰が書いた名産品が一番有名かというのを皆様に決めてもらおうというコーナーでございます、はい、でね、こちらアンケート機能はニコニコ動画の、ご覧 の方のみの、機能になりますので、はい、YouTube でご覧になっている方は、ニコニコ動画でご覧いただくか、後日アンケート機能で、画面を追加したアーカイブ動画をアップするのでそちらをご確認ください、というわけで、はい、というわけでございましてね、これ名産品いこうと思うんですけど、はい、うん、はい、まあ今回回るところからの県からね、僕がちょっとピックアップして、じゃあここって言いますから、はい、はい、そこのね、全然ダメなんだよ、いや、ね、俺は本当にヤバいっすね、うん、俺は本当にヤバいっすもう名産品じゃない可能性あるもんねでもだからこれ票がね集まるのはそれっぽいのとか、はいはい、だけど、うん、もう一個面白いのも多分票が集まるよ、なるほど、突き抜けたやつ、突き抜けたやつは名産品を作りに行くしかないですね、そうそうそう、で作りに行ったらね作りに行くの意味が分からないオリジナル名産品、ね、新たに作りに行くしかないというわけで、じゃあまず最初はね、やっぱり5月1日の千葉からやってみようと思いますけれども、はい、じゃあね、まず千葉の特産にね思いついたものをじゃあ3人書いてください、はいはい、はい、なんでしょうねもう開けるとこから躊躇してますけどスケッチブックを、千葉ですよ、なんか有名なのあると思うけどね、千葉は近すぎて分かんないパターン、まあ、確かに ね、まあ、でもあれは有名じゃない、とってもこれかぶったらどうなんですか、いや全然いいですか、どなたかにみんなが当てるっていう感じなので、パッとこれだな、じゃあちょっと見せてもらっていい、あなるほどなるほどなるほど、あなるほどね、なるほど、じゃあそっちからいこうかな、はいはい、そっちの答えドン、醤油、はい、あこれはね、これそうですよね、いいと思いますよ、有名なんですよ、ね、醤油有名、これは有名よ、はい、これは正しいね、はい、うちの容器を完全に、そうすごいね、うん、どっからそれここに、そう、間閉じちゃってるけど、それも出てこないやつ、最新のやつ、最新のやついっちゃんいいやつじゃあ次涼介いきましょう、はい、はい、ドン、落花生、やっぱりね、あまあまあこれはね、やっぱこれよ、有名は、うんうん、全然知らないいや知ってるでしょうよ、嘘でしょ、落花生、そんなね、何も知らない信用じゃ何書いたのか見てみます、チーバくん、チーバくん、名産なのそれいやしかもさ、あの地図の形が犬みたいな、ね、千葉の形がね、犬に、船橋とかもそうだよ、そうじゃんいやしかも早速、うん、もう皆さんに質問してみましょうか、あなるほど、はい、じゃあ誰の、
答えが、一番名産品だと。はい、こんな感じで。はい、なるほど。新業師、チーマくん笑ってなってたらもうね。新業師はもう笑がついてます。で、まあね、整理すると、りょうすけが落花生、うん、新業師がチーマくん、はいはい、そして醤油と。なるほど、集計中。さあ、一体ね、奇跡起これ醤油でしょう。醤ね、回答を出してみます。いいですか、はい、じゃあお願いします。回答出ます。ドン。チーマくんがね、ちょっとね、シャマシャマシャマ。なんで醤油弱い。なんでやねん。醤油弱い。まあまあ、落花生ね、1位です、有之介。ただね、醤油そんな、そうね、醤油が醤油がチーマくんに負けるっていうのは面白いね。ちょっと、なるほど。こういうゲームでございます。分かっちゃった、分かっちゃった。なるほどね。いや、分かりました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 。じゃあこの感じでちょっと行ってもらおうかなと思うんですけど、はいはい、じゃあ次いきますね、はい、次の地域はですね、5月17日金曜日に、行います徳島。これ難しい、これ難しいよね。徳島の名産品、はい、想像してください。分かりました。やっぱ四国ですから、海も近いですし。マジで分かんないな。さあさあさあ、あれこれ徳島だっけ。あれこれなんだっけ名前。いろいろやばいことになってますね。いやー難しいな。徳島はね、でもね、実はですね、ここに書いてあるんですけど、僕の方では、はい、めちゃくちゃあるんですよ。めちゃくちゃあります。もうなんかもう、そうだよね、それは、うん、全部食べ物ですか。食べ物多いね、ほぼ食べ物、うんうん、え、もう食べ物って言ったのはもう食べ物書いてないことになってるけど。本当にわかんない。大丈夫ですか、はい、はい、じゃあ書けましたか、はい、はい、じゃあ一斉に出しましょうか、はい、一斉に出しましょう、一斉に出しましょうか、はい、じゃあ一斉に、徳島の名産品ドン。徳丸くんを狙ったね。阿波踊り、カボス、カボス、あ、すだちかな、すだち、カボス、すだち、ね、すだちはね、あるね、あ、多分ね、カボスとすだちの違いが阿波踊りは、あの、もう色、何もかもが違う。なんかもう、はい、何もかもが、じゃあこれも質問皆さんにしてみましょうか。あ、はい、じゃあ皆さんにね、聞きましょう。違うのか、皆さんがこの中で一番、徳島の名産品だと思うものを、答えてください。はい、想像の徳丸君知らない、知らない、ギルケラ、はい、凌介、カボス、新吉さん、阿波踊りは名産品、ハテナ、大山さん、徳丸君、わらですね。これもわらとハテナついてる時点でダメでしょ、これ。これは笑いを取れれば OK なわけです。さっき醤油がね、チーマくんに負けたわけだから、うん、確かに確かに、確かに、で、そしたらね、もうね、明らかにチーマくんメソッドだよね、これはもう。知らないですか、徳丸くん。知らない、徳丸くん。徳丸くん知らない。徳丸くんはあれなんだよ、そうやって顔のとこが徳丸になってるのかな。とっくりスタイル、とっくりスタイル、とっくりなんだ。はい、じゃあ答え出してみます。はい、頼む。ドン。カボスですね。2連勝。いや、まあ、それはそうです。ただね、この徳丸くんと阿波踊りが競ってるのもちょっと、ね、このなんかデッドヒート感がちょっと嫌ですけどね。競ってる、競ってる。競ってるな。たださっきと順位は一緒。ね、それしか弱いっていう。いや、あとね、他にはね、竹地区はとかね。あとね、まあ、ゆずジャム。ね、いや、さっきコメント見てて、通信中ってでさ、でもその名産、あれ名産だわ、白ブリーフ、白ブリーフ、あれはもう名産だわ、確かに。じゃあもう一問だけ、もう一問いきましょうか。じゃあもう一問ね、どこにしようかな。じゃあ、あ、じゃあね、あ、これでも簡単だからな、簡単な方がいい、簡単な方が僕やつい、ぜひ。じゃあ、わかりました、北海道。でも逆に難しいね、いっぱいあって。いっぱいあるよね。難しいな。いや、これめっちゃあるよね。超ある。
さどう答え、どの何票でいくかだよね。合ってる合ってるなのか、こうね、新行寺ね。確かに、期待はしてる、俺期待はしてる。新行寺期待はしてる、俺は。あ、じゃあもう今のところでも凌介がもうぶっちぎり1位だね。ぶっちぎり、そうですね、うん、1位2位3位だから、それじゃもう今ドンケツだからね。北海道でしょ。北海道いっぱいあると思うんですよ。いや、めっちゃあるよな。他でいっぱいあるでしょう、これは。いっぱいですよ。北海道、でも今までツアーで行ったことはめちゃくちゃあります。あるね。いただいてます、ね。ってことはもう、あれ食べたな、これ食べたな、みたいなね。そういうこととかもあるでしょうしね。そうね。ほんで、これ凌介ね、絵がいいよね。絵がいい。ただ、でけえけど。確かにでかい。あ、でかい。通常サイズだね。はい。あ、はい、あ、なるほど。期待できないな、これはちょっと。あ、そう。面白い。じゃあ、いきますよ。では、一斉にあげます。北海道の名産品はこれだ。ドン。あ、なるほど。まず、このサブ、かぶってるやつがいますね。おう。イクラとイクラでかぶってます。そうですね。ただね、このイクラの表現が全然違うんだね、この。これむしろ通信中みたいになってるけど。確かに。あのイクラ気持ち悪いね。気持ち悪くないでしょうか。毛玉みたいになってるけど。納豆みたいな。これなんですか、ツンギスカンですか、ツンギスカンですか。そうっす。ツンギスカンです。ツンギスカン。なんで、なんで普通に言ったね、普通に。でもなくて、面白が。まじ、あ、イクライクラジンギスカンで。うん、はい。はい。はい。いや、ハテナおかしいでしょ、だってハテナおかしいもん。同じイクラだけど、同じイクラ、イクラってなるよ、でも。でも俺もこれ見た時、一瞬イクラってなったけどね。ね、これだって、うん、こんなに輝いてんのか、北海道のは。そうか、そうだ、それはもうなんかね、うん、はい、じゃあ結果を見てみましょう。はい、はい、じゃあ結果を見てみましょう、ドン。まさかのジンギスカン。まさかのジンギスカン。そしてやっぱり総一のイクラの方が勝ててないっていう。なんでよ。同じはずなのに。同じイクラなのに。同じイクラなのに。ああ、面白い。まずそうなんだろうね、俺も。それはまずそう。こっちが美味しそうだよね。なるほどね。パチンと弾けそうだから。うんうん、はい。というわけで47、はい、47都道府県の、はい、名産品を当てましょうのコーナーでした。はい。はい、いやいやいや、でも食べたいものいっぱいあるんじゃない？いろんなとこ行って、ね、え、結構ツアーで食べる方？食べますよ。となんかこう、うん、コンビニとかで済ませちゃわないで、ちゃんとなんかこう食べに行ったりする方？いや、もう本当凌介が仕切ってくれるから。あ、そうなの？はい、もう全部調べて。あ、そう。時間と。あ、なるほど。完璧に、しおりみたいな感じ。マジで？そうなんだ。え、じゃあそのリハの間でここで行けるぞみたいな。そうです。まあ、結構リハ前にもうみんなで行っちゃって、そのまま会場へ、あと移動日とか、あ、うん、もうここ行くぞ、なんかいいとこわざわざ降りて立ち寄ったりとかして、いいじゃないですか。じゃあもうあれだね、これツアー戻ってきたらもう一回この特産品コーナーやりますから、これ多分もう詳しくなってるはずだから。確かに強くなりそうだね、特産品ね。戻ってきたらまたこれやりましょうよ、だから。やりましょう、やりましょう。うん、面白い、面白いのちゃんと用意して、用意してね。はい、じゃあ一緒で。というわけで、特産品コーナーでございました。まずは CM に行きましょう。どうぞ。Fresh start, fresh start, up on the love of Jonathan
はい、というわけでね、次のコーナーです。プラディオの新曲情報はい、というわけで、5月からは対バン47都道府県ツアーもありますけども、その前に、2019年第1弾シングルお手上げだが発売されます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでこのニューシングルの新しい情報もあるんだね。はい、はいはい、じゃあそっちくん、はい、これからかな配信。はい、はい、あ、じゃあ新曲、はい、はい、4月の1日からあそうどうぞ。シングルに入ってるライブの音源が7曲あるんですけど、そのうち4つが配信されます。なるほど。はい、まずはこう小出しといいますか、ライブ音源4曲が配信、はい、たちに配信される、はい、ということですね、はい、これはどこのライブなんですか。これはあの去年の NHK ホールの、はい、NHK ホールのやつ。なるほどなるほど、なるほど、はい、いいですね。これが配信されると、そして第2弾が、はい、はい、はい、第2弾が1週間後の4月8日ですね、はいはい、さらに3曲追加されて、はい、なるほど、ライブ音源が先行配信されます、はい、おめでとうございます、ね、これ、スキャットビート、フライヤーズ、ブーブーヘブンと、はいはい、で第1弾がファンキーキッチン、スパイシーマドンナ、人生はショータイム、バックトゥザファンク、はい、うん、いうことでございます、はい、そしてドンですね、はい、4月の15日に、この表題曲お手上げだ、これ先行配信ですね、はい、始まりまして、で24日に、CD バージョンですね、はい、全曲、新曲3曲と、ライブ音源7曲そして、新曲3曲の、インストバージョンですね、ヒルナフロバージョンが入った全13曲入りの、CD を入ってですね、13曲入りは CD だけということになりますので、それが4月の24日にですね、版としてリリースされます。はい、はい、というわけで、その、先行配信されるライブ音源の MV も4月8日に YouTube で公開予定ということなんですけども、はいはい、15ですかね、はい、15ですか、あ、4月15日です、はい、失礼しました、MV が4月15日に YouTube で公開予定ですが、うん、せっかくですので、はい、1曲だけそのライブ映像を皆さんと一緒に見てみましょうと、これね、まあ、せっかくの視聴者の皆さんに見てもらおうと思います、うん、では、いいですか、映像準備、はい、はい、ちょっと待ってくださいって言われました、うん、はい、よくなったらもういいですよって言ってください。お、なんか雰囲気出てきた。おお、すごい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 、ましたね、これはね、じゃあ、 見ながら喋れるコーナーでございますから、はい、新境地邪魔だねマリモがね、いるんだよね、マリモが。おー、なるほど、いいんだよ、喋って懐かしい、これはフライヤーズですね、きっと、うん、うん、マジ俺邪魔ね、うん、自分にかぶってなんか頭から飛び出してるみたいになってますね、うん、あ、髪型違う、うん、アフロクラブ、確かに、うん、そうかそうかそうか、アフロクラブ、いや、楽しかったですよ、この声をね、セットも一番すごい、盛り上がってますね、これはすごい、この景色やっぱ良かったんですか、いや、最高だったですね、これは、あー楽しそうこれね、やっぱライブが楽しいね、うん、バンドだなって、いや、いい顔してますね、めちゃくちゃいい顔してますね、うん、今ね、死んだ魚みたいな感じで見てましたけど、今どんな顔してるんだろうね、いやー、これはいいですね、まあ、なんか、どうだったんですか、全体的にうまくいきましたか。いや、もうすごい楽しかったですね、本当に、この NHK ホール時代、会場初めてだったんで、はい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 、ここでやるのも初めてでしたし、なんかこう3階席まであるんですけど、はい、すごい見えやすいんですよね、ステージから、お客さんが、うん、意外と近いっていうか、なんかもっとこう奥まってるのかなと思って、すごい近くて、なるほど、すごい、本当にみんなの顔が見える感じで、すごい楽しかった、結構ライブハウス感が、ね、あるというか、ね、ホールなのに結構一体感がすごい、そう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 、いやいや、これがいい、これが見れると、いいかもしれません、みんないいかもしれません、あ、痛そう、
ちゃんあるでしょ。あ、でもこれなんかライブレポートも流行らせてもらってたから写真見てたけど、さっきここでそいつがここ弾いてる写真、めっちゃいい写真多かったね、ここのお立ち台で弾いてる写真。あ、そうですか。うん、弾き倒してますよ。新庄さん、また顔がちょっと死んでる。どうしても見てるときちょっと顔が死んできちゃうのかな。普通の顔すると死んでるって。いやー、いいですね。いや、いいですね。もうだからこれも4月1日なんで、もう間もなくあと3日ですよね。だからあ、もうすぐ、はい、週明け月曜日には配信されるということなんで ね、 ですね、音源と映像もありますから、はい、楽しみですね。これはでも自分らでは見たんですか。見ました見ました。あ、なるほど、はい、いいですね。これはお客さんで参加した人なんか特にね、見たいでしょうしね、地方でね来れなかった方もね、そうですね、ね、このライブはぜひ、うん、はい、はい、というわけで起きろ、はい、いいですか、うん、はい、ありがとうございます、はい、これなんかじゃあなんかまた質問とか読んでみましょうか、はい、ちょっとね、あ、かっこいいと言われてますよ。イエイ、そうちゃんの感情がリテラシーしちゃったライブかって書いてます。これどういうことですか。うまいこと言いますね。うまいこと言うじゃないですか。これですね、これが新曲のここを聴いてほしいっていうこだわっているところはありますか。はい、まあ、今回3曲とも特徴的なというか、うん、こう、うん、なんていうか曲調がこうそれぞれこう個性が強い、なるほど、あの、うん、楽曲になっているんですけど、うんうんうん、なんか意外にこうそこに入っているこう気持ちだったりメッセージはこう共通している部分があったりとか、ほう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 、そういうなんか自分たちの中での3曲のその流れとか完結感とかもあるんで、うん、そういうところもまあこう含でこう聞いてもらえたら嬉しいな。なるほど、ね、まあ、サウンドもとにかくかっこよく仕上がってます。おえ、はい、まあ、やっぱサウンドの方向性も3曲とも結構違うようになってるっていう。そうっす ね、 ね、もう全然違うって言ってもいいぐらいですね。うん、うん、そのなんか変えたなんかあれって、例えばこういう曲やってみよう、こういう曲やってみようみたいなことだったんですか、その3曲とも。まあでもなんかそれぞれのやっぱり発信があって、うんうん、なんかだよね。うん、どうしたどうした。だよねっていうか、なんかその、まあ、なんていうんですか、3曲とも誰かがこう一人でこう導くっていうよりは、うんうんうん、誰かがきっかけでそこにこうみんながこうついてって、うん、あ、なるほどなるほど、最終的にはそのアイデアがどんどん重なってった、まあ、結果できたと、できたんですけど、うんうんうん、まあ、でもそれが本当たまたまなんかすごい色が分けられたなっていうか、うん、そういう、まあ、本当にバランスの取れた3曲になったかな。なるほどなるほど。ライブでも盛り上がりそうな、うん、いや盛り上がると思いますね。本当にこれいいですね、うん、それはちょっと楽しみ、間違いない。なんでじゃあこれいきましょうか。お、じゃあいっちゃいますか。はいはい、これはですね、今日はですね、そしてさらにそのまあお手上げだ、こちらのね、先日ミュージックビデオの撮影があったということで、ね、はい、そうなんですね、そちらに実は、スパイスの方の撮影班が、潜入させていただきましたと。なんと、うん、知ってた、はい、知ってました。さすがに気づいた。そんなテレビ的なやついらないですよ。大丈夫ですよ。で、その映像がまあ用意されているということなんで、一旦それをね、はい、みんなで見ながら、あ、話してみましょうということなんで、楽しみ、映像ドン、お願いします。はい、これいいですね、この絵いいな、なんか。はい、お、ね、アフロの調整があるんですね。これ結構長丁場だったんですか。結構1日がかりでしたね、朝から。そうだね、うんうん、あ、照明も職人の顔してますね。これなんかコンセプトとかあったんですか。あの、ビデオですか。うん、で今回、加藤真理さんという監督に撮っていただいたんですけど、はいはい、真理さんはあのフライヤーズ以来久々の
久々の、はい、あの宅だったんですけど、うんうん、やっぱマニさんすごい独自の世界観がすごいあって、うん、なるほど。でこの曲をマニさんなりにこういろいろ解釈してもらって、これはあのこれなんか映像化していくっていう、あ、これはあれですか、あの面白かったですよ。だから僕らもこう想像できない道具が出てきたりとか、変わった道具がね、うんうん、並んでますし、これ久々だよね、この衣装ね、この衣装久々だよね、結構前に着てたやつですか、これ。そうそうそう、きらめきなんですね。ああ、きらめきね、うん、これね、後ろからこうスタジオに入ってくるとかっこいい、うん、あざっすあ、はい、大丈夫です。つまずいたねよくつまずいたそうだろよくつまずいちゃった男で、あ、男で、うわー、懐かしい、この衣装好きって言ってる、ちょっとありますね、後ろ姿キノコっていうつぶやかれブロッコリーですやめて、取らないでほらほら抑えないで、そうだ、メンズ飲んで、え、メンズ飲んで、やめて、メンズの逃げ足楽しみですね、あんなメンズの逃げ足またなんかごちゃごちゃした面白そうなビデオになりそうなんで頑張りたいと思います。なんかあんまり予想がついてないですけど、でも本当楽しそうな撮影になりそうだな、完成が楽しみです。気分いい気分気分イレブンでございます何適当にしゃべるのやめろよ適当気分イレブンでございます、何のイレブン、コメント適当本当もうちょっと、もうちょっとちゃんとした方がいい、正義はじゃあもうちょっとちゃんとした方がいい確かに。お前さんですね。はい、あ、監督さん。結構やっぱこうポイントポイントで撮ってる感じなんですか？今回割と多かったですね。結構やってる時自分たちがどういうのができていくのかが想像できない。はい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 。まあ、コメントは結構セブンイレブン引っ張ってます、うん、コメントは割とセブンイレブン引っ張られてるんで、だからお前不用意な発言をするとあ、怖くなる、いや、本当あの惑わされないのがいいんですよね、まあ、マジで、本当に惑わされない意味のないこと、膝ついてるこれでもいろんなイメージシーンみたいなのもあったりするんで、今演奏シーンですけど、はい、うん、イメージシーンみたいなのもあったりするんですか？あ、そうですね、今回そうですね、前半の方はそういうのがふんだんに入ってます、これどうしたんですか、これは、あ、本当だ、衣装が、はい、ね、帽子がいつも大きいものになりますよね、これは手術服的な、そう、ね、ただこの帽子かぶるんですよね、全員、あ、いいですね、もう嫌な予感しかしませんよ、僕はまあ、完全に俺たち振りみたいな感じ、まあ、そうですね、この二人はいいんですよ、この二人はいいんです、帽子をかぶるのはね嫌な予感、あ、やっぱりやっぱそうだよね、そうなりますよね、ファンキー以外の帽子はね入んないんだもんいや、それは入んないよめっちゃかわいい、めっちゃかわいい、ずるいよね、ずるいね、めっちゃかわいい、ずるいね、あれはどこでもジャムおじさんだもんね、そうそうそう、いいですね、顔顔あ、でもこれかっこいいな、なんか新しいですよね、新しいよね、これは何だったんですか、これはあの行き過ぎちゃったんだ、ドミノ追い越しちゃう、ドミノ追い越し追い越してる行き過ぎて追い越しちゃったビーアンビシャスかビーアンビシャス捕まる、なん
かね、あれなんですよね、すぐ牢屋に入れられたり縛られたりするミュージックビデオ撮るとなぜかなんか別に擁護してないんですけど囚われがちなんですね。これすごかったね、うん、これはなんかそうですね、なんか特殊効果的な感じなんですかね。そうですね、楽しみ。これを見てから本編見るとなるほどって、うん、なるんだいただけるため。なるほどなるほど、逆さブロッコリーがもうなんかこうどうなるのか全然想像つかないけど、全然なんかね印象が違う。というわけでね、メイク本編、これはね、はいはい、4月に公開予定ということなの で、またこちらの方は告知させていただきますということで、はいはい、楽しみ。いや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 、どうでしたね、MV は。MV の撮影 全体通して。いや、なんかね、楽しかった。めっちゃ楽しかった。なんか楽しんじゃった。結構やっぱしんどい時もまあもちろんあるんですけど、はいはい、本当に楽しめてやれたっていうかね、はい、なんだろう、みんなワイワイ、あの周りのスタッフのチームもみんな楽しそうにやって、はいはいはい、雰囲気すごいいい感じで、うん、なんかここ最近の作品は割とこういろんな人が登場して、うんうんうん、人数もダンスしてくれる人がいっぱいいたりとか、うんうん、で久しぶりに本当に3人だけみたいな、なるほどなるほど、感じで、うんうんうん、なんかすごい構ってもらえてもうなんかまあブンブンとかはもういろんな人がいっぱいいて、そう、いっぱいですもんね、構ってもらえて寂しい感じ、主役なのに主役なのにほっとかれるっていう楽しかったですね。なるほどなるほど、いや、まあ、ということでね、 MV じゃお楽しみにということでございます、はいはい、というわけで次のコーナーに行く前に一旦 CM です。よろしくお願いします。はい、はい、というわけでね、マイクのアップから始まりましたけどこれ何ですか、これマイク入ってるんですか、これ。これもあの、うん、はい、新しいミュージック MV の小道具、うん、小道具ですね。なるほど、はい、これあ、お手上げって書いてあるんですか、はい、これは一応お手上げ、ここにお手上げスイッチ、あ、本当だ、お手上げスイッチ、こういうスイッチがあって、うん、まあ、これが結構キーワードに、あ、そうなんですね、キーワードというかね、うん、別にセブンイレブンはキーワードじゃないんだセブンイレブンはね、もうちょっと本当に引っ張るのやめたいなっていう、ね、CM 中もね、ブンブンブンのところでセブンセブンみたいなコメントほら、不用意な発言は本当に影響力影響力じゃないはい、というわけで、じゃあまたね、質問、ツイッターで来てる質問の方をちょっと、読んでみたいと思いますけども、はい、今までで、お手上げだってなった出来事とかありますか。もうでもこの人のね、発言がお手上げです。まあそうですね、まあ、なりがちですよねどうですか、なんだろう、どうですか。あ、でも電車に衣装忘れたらお手上げだったら、よくたまに過去2回ぐらいやってるけど、あ、そのもうライブの前に、
なんだっけ、インタビューの時とだっけあれ。あ、そう、インタビューの時に、ついて気づいたんだよね。で、ないじゃんっつって俺怒ったんだけど、俺もシャツ忘れて。そうなの。結局そういうとこあんの。私服でインタビュー。そうなの。ライブだ、ライブじゃなくてよかったなって思うんですけど、で それはだから多分みんながおたげっていうか、はい、もう取材側がおたげだだって怒ってる人全然説得力ないいやあれ気づいた時本当におたげでしたね。この人すごい独特なんですよね。なんかなんかすごい忘れがちだけどすごい真面目だから、ある日こう普通にリハーサル練習のリハーサルがあって、うんうんうん、ちょっと多分なんかギリギリに起きちゃってパニックになって、ただの練習なのに衣装を持ってくるそう、しかもあの入ってきて気づいてなかったんだよね。そう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 、あれどうしたの衣装、そういえば俺持ってる、今日リハーサルだったんだよねそうみたいなね。いいね、真面目だね。なじみすぎちゃって、なんか思ってる感じ、なんかブラディオごとだってなったら衣装だってなっちゃったのかな。衣装のイメージにあるんだね、うん、あ、じゃあじゃあもう一問いきましょうか、はいはい。今更だけどブラディオの衣装に夏服とか冬服ってあるの。これはないですね。あ、ない。結構その生地で選んでるんですけど、なんていうんですかね、夏に厚い生地で選んじゃう時とかあったじゃない。そう、もうどうしてもなんていうんですか、あのラメが入ってたり暑くてこう通気性が悪くなるんですけど、うんうんうん、まあ本当季節関係なくそういうのやっちゃうんで、うん、なるほどね。その条件が重なった時はもう夏マジでやばいですねいや汗だくやばいね、もうねもう汗だく、はい、なんかもう本当にこう野外のフェスとかで、うんうんうん、本番の前にこうサウンドチェックがある時あるじゃないですか。はい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 、はい、もうサウンドチェックが本番終わりぐらい汗だくになるのが結構ありますね。ああ、まあそうか、はい、まあその時から衣装は着てるわけですもんね。そうですそうですそうです、はいはい、まあでも逆にそれがちょっとこうなんていうかこうテンションやってんなみたいな感じにはなりますけど。なるほど、なるほど、だって頭もね熱いもんね多分ね。それものすごいこもりますね。そうだよね、めちゃめちゃこもります夏は。熱いなんかこう解消法あるんですか。いや、もうほっとくしかない。もうなんもないですよ。だからやっぱ通気性は悪いわけじゃないですか。めちゃめちゃこもります本当に。ねえ、すごいこもります。だって手入れるとめっちゃ熱いです。あ、やっぱそうなんだ。はい。じゃあみんなね、こう灼熱の中お届けしてるってわけですよ。うん、そんな冬服でも。熱い感じが。ね。はい。他行きます？大丈夫ですか？もう一曲、もう一つ。もう一つ、はい。はい。新曲の振り付け構想はありますか？なんも考えてないな。あ、でも今回はない。まあ、特に考えてない。考えてもないですね。なるほど、全然作っていただいても。あ、でもね、じゃあこれね、木に見てお手上げ動画みたいね。あ、お手上げ動画みたいね。みんなで踊れる曲に。曲自体はもうめちゃくちゃ踊れる曲にはしない。踊れる曲、なるほど、なるほど。なんかこう、じゃあ投稿型のお手上げ動画をね、うん、見たいですね。だからフリースタイルで、そう、フリースタイル、私はがあったお手上げみたいなことからのお手上げかかってダンスみたいな、はい、お手上げダンスが見たいですね、うん、はい、オリジナルを考えてもらいたい。いいですかね、はい、いいですね。じゃあそのツアーでね、皆さんから発信でブラディオにちょっとね提案をしてみてくださいよ。もしかしたらそれが正式に採用されるかもしれないということで、うん、はい、というわけでございまして、はい、まあちょっともう短いんですけれども、はい、エンディングの時間になってしまいました。はい、早い、はい、というわけでですね、もう一度改めて、告知の方をお願いいたします。はい、はい、じゃあ新口くん、はい、4月の24日に、僕たちのシングルお手上げだがリリースになります。はい、 こっちはい、はい、そして新曲3曲と、そうですね、ライブ7曲と、はい、インストが3曲と全部で13曲入っております。はい、うん、あとはまあツアーが、はい、そうですね、5月タイマー、はい、はい、ございます。47都道府県ツアー、はいはい、そう、47ファンキーツアー、はい、もうさっきも言いましたけど、はい、この番組の選考をやってますんでね、はい、明日まで、そうですね、の明日9時までですか、そうですね、改めて話しますけど、はい、3月29日、まあ、今からね、うん、3月30日、明日の朝9時まで、はい、URL の方で、アクセスしてください。これを逃すと、はい、もう一般発売ってことになります。そうです、はい、はい、そしてですね、
まあ、あのツアー後ね、インパルス発売中なんですけれども、はい、最後にね、それぞれ一人一人ファンの方へメッセージを一言ずつ何かいただければと、まあ、ツアーに関して、はい、イギリス関してと思いますね。はい、はい、お願いします。じゃあどうしましょうか。そっちから行こうか。はい、はい、どっちですか。こっちですか。はい、ラジオギターの大山宗一です。皆さん、改めましてよろしくお願いします。本当に今日は番組ご覧いただきましてありがとうございました。そしていつも、ブラディオを温かく応援していただいている FPP の皆様、いつも本当に応援ありがとうございます。今回また、新曲を皆様にお届けできることを非常に、嬉しく思ってますし、またライブで皆さんにお会いできるのを楽しみにします。頑張っていいライブ作っていきますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ次シグ最後にしようか。じゃあはい、はい、じゃあ涼介。はい、いつもありがとうございます。そして、遅い時間まで見ていただきありがとうございます。そうですね、今まで行ったところない、まあ、県も行きますし、まあ、普段ちょっと予定がなかなか取れずに来れない方も気軽に来ていただけると思ってますので、僕らも、これ今ちょうどセットリストを組み始めて、はい頑張ってる最中ですのであと、まあ、1ヶ月ちょいちょっとですけど、リハーサル頑張って、伝えに行きますので、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ最後、はい、はい、いつもありがとうございます。いつも応援ありがとうございます。なんて言ったか本当に分かんない。ほんでライブ音源、ライブ音源、ほんでお手上げになっちゃうようなもの、ぜひぜひ聞いて一緒に遊べたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。というわけでですね、まあ、スパイスはね、ブラディをこれからも応援していきたいなと思っておりますので、また番組もね、はい、ぜひぜひやれたらいいなと思ってます。ぜひ、ます。そしてですね、今日は、視聴者プレゼントもございます。はい、はい、こちらですね、ブラディの皆さんからサイン色紙を、2名様にプレゼントいたします。こちらでーす。はい。そしてですね、当選者の方は今日ツイッターで質問を、ね、このハッシュタグをつけてしていただいた中から選ばせていただきます。はい、そして、当選された方にはですね、ダイレクトメッセージをお送りしますので、プレゼントが欲しいよという方はツイッターアカウント、これスパイスのツイッターアカウントですね、を、フォローしていただきたいと思います。はい、これ映りますか。はい、はい、はい、これですね、はい、はい、これハッシュタグ、ハッシュタグ、すいません、ハッシュタグってね、ハッシュタグ、ハッシュブラディオ生をね、つけて、ツイッターでつぶやいていただいた方、中から、ブラディオのサイン色紙を、差し上げます。こちらのスパイストピックスを、フォローしてください。はい、お願いします。はい、というわけで、はい、ブラディオ47、トロフ県ツアー記念生放送、スパイスレコメンドでございました。ブラディオさん、ありがとうございました。はい、そして皆様ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。